イヴァン・ミハイロビチ・ハリトーノフは、ロマノフ朝最後の皇帝ニコライニセ一家の料理人だった。元皇帝一家と共にエカテリンブルクの一派チェフ館に監禁され、1918年7月17日に彼らと共に殺害された。1981年に在外ロシア正教会によって、ソビエト政権による圧政の犠牲者として劣勢された。 パリで料理の腕を磨いたハリトーノフは2月革命後にロマノフ家の調理場の給事長に就任した。ハリトーノフの妻と娘はニコライ二世一家と共に10月革命後にトボリスクに監禁された彼に同行したが、1918年5月にエカテリンブルクへ移送された時は同行が許されなかった。ハリトーノフは監禁生活中に若い巫女たちに パンの作り方を教えた。エッカテリンブルクのイパチェフ館に滞在する従者の数は、次第に減っていった。二人が投獄され、6月には、G のエフゲニー・ボートキン、メイドのアンナデ・ミドバ、フットマンのアレクセイ・トルップ、皿洗いの少年レオニード・セドネフしかいなくなった。7月17日に、ヤコフ・ユロフスキー率いる、重殺隊によって、ニコライセ世と夫人のアレクサンドラ、 夫婦の5人の子供、他の3人の従者と共に殺害された。ハリトーノフは銃殺隊による最初の一斉射撃で発射された弾丸が当たり死亡した。ユロフスキーによると座るようにして死んでいったという48歳ボーツ。7月17日の他の殺人被害者と同じく1981年に在外ロシア正教会によって劣勢された。ハリトーノフの孫。 バレンティン・ハリトーノフは1998年7月17日にサンクトペテルブルクのペトル・パウェル大聖堂で執り行われた80年前に一発ェ不管で亡くなったニコライ2世一家とその従者のための葬儀に出席した。2009年10月16日にロシア連邦検察庁はハリトーノフら従者を含めたボリシェビッキによる赤色テロの犠牲者52名の名誉の回復を 発表した。ありがとうございます。